祖師堂の三影祖師堂の三影衣替えの様子本堂、内人祖師堂、川瀬智恵水、三信山駆動寺。昭和初期の三門三門五十頭外観五十頭、内部菩提橋国道寺は、山梨県南駒郡三信町にある、日蓮宗の総本山。三号は、三信山。文永十一年、海の国ハキーザとの地頭、南部六郎実長が、佐渡での流刑を終えて、 鎌倉に戻った日蓮を招き、西谷の地に草案を構え、北家行の独称、高専ルフ及び、弟子信徒の協計育成、さらには日本に迫る猛古軍の退散、国土安論を記念した。公案4年20件紙面の大坊が整備され、日蓮によって、美延山名法華陰駆動ラと名付けられたという。日蓮は、公案5年9月に当時療養のため日立の、 温泉と小港の両親の墓参りに向かうため、身延山を下ったが、途中、神徒であった、武蔵国の池上宗中庭にて病状が悪化したため、登留し、六人の弟子、六老僧を定めて、同地において、同年10月13日に死去した。伊豆国て死に行とも墓場、身延の沢にせさせ揃うべく行との日蓮の遺言に、従い、遺骨は、身延山に祀られた。 当地では足掛け9カ年の生活であった。日蓮の身延山での生活は、日蓮二分に記されており、人は亡き時は40人、ある時は60人とあるように、大人数で生活をしていたと考えられている。各地の神とより、生活必需品が多く届けられ、日蓮は、この身延山を、インドの霊衆山に見立て、信仰の山として位置づけている。二分の三分の二は、 三の山での生活する中で執筆されており、日蓮新筆の荼羅もほとんどがここ三の山で手掛けられている。みの山は日蓮教団における最高の聖地であると位置づけられており、日蓮の遺骨は歴代の保守により、日蓮の遺言通り教まで守られている。室町時代の文明七年には、十一世、保守日朝により、手狭になった西谷から現在地に、 ガランが移転された。戦国時代には、カイ国主後武田氏や河内領主の穴山氏の被護を受け、門前町が形成された。江戸時代には、日蓮宗が徳川氏はじめ初大名の記憶を受け発展し、宗門中高三氏と、称される日中、日干し、非縁の頃、三池大論を経て対立する、富士伏派を排斥して、格好たる地位を確立した。その後、日逃 秘書、章、トールの三四以降壮大なランを整えて、聖徳二年山内に133坊と最盛期を迎えた。漢方四年下の坊より出荷資産内の十一坊が消失した。安永五年七面山の書道を消失した。文政四年、西谷五病の八角堂と拝殿を消失した。文政七年祖師堂から出荷大雨の中十三棟が消失した。 文政十二年五十棟から出火し二十八棟を消失し、山内自重町方の大半も消失したという。慶応元年、中谷の仙台坊から出火し市院十七坊、衝動八棟を消失し、さらに延焼して、上町、中町、上新町、横町、片隅町、下町の計百件以上が消失した。その後復興されるも、 明治8年1月に、西田日本首謀からの出荷により再びランや時報を焼き尽くしたが、74世宝守術館の尽力と、その後の保守党の力により現在に至る。久遠寺には、数多くの経典や転籍、書籍、生協や古文書類が所蔵されており、身の部分庫として一括され身延山宝物館に所蔵されている。身の部分庫には、 初州部に分類されている多山、多州により筆記、書写された天石類も含まれている。ガランは前述の通り、明治8年の大火で消失し、現在立ち並ぶ道具は再建されたものが多い。東谷立中、西谷立中中谷立中駆動寺山内には場所を、はじめいくつかの区域がある。奥の院を越え親各山道七面山人道、南谷立中、 東谷達中新規予防は明治7年、東谷の誕生坊と合併。中谷達中、西谷達中チの山達中七斜面三道、日蓮宗では昭和16年に本末を解体したため、現在では、九本山、九松寺と呼び習わしている。久ん寺は900以上の松寺を有したという。夏計山水,水の建造物件は、年月日に、 国の登録有形文化財に登録された。以下の建造物発見は、2020年8月17日に、国の登録有形文化財に登録された。昭和48年より開設された工藤寺独自の僧侶育成機関。時代に多様し、かつ即応できる僧侶の育成を目指すもので、美信山高校、大学の在院生とは別枠でおよそ1年間の寄宿生活をする。 一般的な実習生ではなく、実習生と表記するのは、自ら治める意であり、真種の気象を持ち、与えられたもの与えられないものの双方を自ら求め、広く学び取るように心がけることに由来する。高卒程度の学歴があって、日練習の僧侶を志すものであれば、誰でも志願できるため、寺院への向こう入り等で、社会人から僧侶を志すものなど、 在家の入場者も多い。また、すでに教師認証を受けて、日練習僧侶になったものでも、公用、法話の実績を積むために入場することが可能である。開設当初からは男子しか入場できなかったが、令和2年からは、女子の総動実習生制度も開始された。自家用車なら、登山口まで乗り付けろに駐車、公共交通機関利用時は、身延駅、 または、お部から早川町のリアイバスかタクシーで斜面山登山口下車。登山口からは全行程を徒歩で登る。登山道は険しく、急坂ではある。冬場の参拝参道は、寒さが厳しく山道が雪道であるため要注意。宿坊での食事は精進料理のみで、肉魚等の持ち込みも禁止されている。ありがとうございます。